こんにちは、ブルーフォースです。本日もデトロイトやってまいりましょう。完全に顔面から見てもらいますけどね。とりあえず、レンダ。はい。これって何が起こっているかっていうと、もうご存知の通りね、マーカス、前回、レオの目の前にぶっ放されました。で、廃棄処分をされかけているところなんだけど、なんと復活したというね。そして、ここはどこだ？私は誰だ？っていう状態。手がかりを分析する。わい。ピーキーン。シリウムポンプ調整器、節電。心臓があれだね。で、それから、腕は無事。足。足。直立不能。ということは、這うしかないということでね。もう、ターミネーター2のシュワちゃんみたいな状態になっていると。ということだね。それから、リキン。音声プロセッサー。で、耳も聞こえません。で、あ、ちょ、下。で、目も見えないというところだね。という状態で、これ、あれだよね。本当にターミネーターのあれを意識してるんだよね。アルビスプレスリー感じなところでね、ボケで噛むってやっちゃいけないからね、ツッコミで噛むも良くないからね、まあつまり噛むは良くない。さあ足あったけどな、ちょっとなこれあまりにも疲れすぎてるよね。ステータス互換性あり、いけるんだ。じゃあそこまで行こうと。ちなみに一周目ご覧になったことがない方に関しては、これね、ある種ホラーパートなんでご注意くださいね。手に取りましょう。これすぐに見つかってよかったね。こんな風にいけるんだね。箱。互換性ある。OK。で、あと左足が必要と。これでまだ立てないんだよね。これでまだ張っていかなくちゃいけないか。なし。さすがにこれは壊れてんじゃない？互換性なし。うん。6321T 型。避ける。邪魔！アルビー。ウィ。ウィ。ウィ。しかしまあ、なんかこう、いろいろと壊れだね。あ、なんかブツブツ喋ってる。互換性あり。AC842-8427g。まあ、ちょっと意味が違ってくるんだろうけど、あ、なんか後ろにいるね。改めてそのマーカスってもともとそのバスに乗った時とかもそうだったけど、なんかやっぱり他のなんだっけアンドロイドとは一線隠してちょっと違うような存在だったんだろうね。でもそれをまあ植え付けたのっていうのはやっぱりこうなんかちょっと属性から離れたその人生を生きてきたカールの影響を受けているっていうところが大きい気はするよね。大丈夫？君も動けない。手も足もないもんね。これね、一応、分析自体はできるんだね。どこ行ったらいいみたいな。ああ。ただちょっともう、エネルギー切れかけてるってところだね。うい！俺たちが自由に暮らせる場所、ジェリコを探せ！ジェリコを探すんだ。で、地に向けていって、ほい。すごい暗いね。皆さんこれ見えてます？毛がいっぱい生えてるけど。避けろよ。なんでこんな急にホラーなの？うわぁ、大変。みんながおこぼれを頂戴してる。ちょっと頭やめて。本当に、頭皮、やばいな。薄くなってきて。お前どこに行く？痛い。どこに行こうといいでしょうよ。デートに誘われた。どうしよう。さーて、ここの廃棄のところで、いかにして脱出するための、マイテムをね、手に入れて、ここから抜け出せるのかな？見る。分析
かなし残念四角ユニット早く目を変えないとちょっとなんかチカ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 してすごい痛いよね。ちょっと頑張っていつで探します。うわー力尽きた。ちょっと失礼。うっめちゃくちゃ生きてた。どうしたどうしたどうした。ああ力尽きた。彼はどうにもすることができない。服もボロボロだね。さて調べる。よう少年音声、お、よし、これで耳がよく聞こえるようになるね。じゃあ、申し訳ない。ちょっといただくよ。なんで手に握ってたの？音声プロセッサーってことは、その、だから取り外しが可能なんでしょ？耳の部分が。ってことは、それを、これは今耳に入れてるけど、違うところにやったら、もうなんか手のひらから聞こえるとか、足に仕込んでたら足から音が聞こえるとか、そういうあれなんだろうね。まあ足に仕込んだらその足音が巻いてるってなったりとかする。あー、急に音がすごいことになってきた。さらに調べてみよう。これはいける？分析。お、よし、心臓が。これでブルーブラッド。あ、よし、ブルーブラッドがいけるね。ごめんよ。これがないと生きていけないんだ。ありがとう。やばいやばいやばい。これで投げたら、あ、それ爆発するんじゃないの。大丈夫。セット。よし、これでポンプが OK だね。続いて立ち上がる。さて、あと目と目だけか。そうだね、四角ユニット。あー、やっぱこれぼやけるね。あ、これ四角ユニットが壊れてっからなんかいろいろあれなのかな。なんかすごい張ってるけど調べる。あー、目がチカチカしてる。これいけるのかな。あっ、が君が歌ってたのね。ここで愛を囁いて私の目を持っていってとはならなかった。すごいな、やっぱりみんな脱出しようとしてるんだね。こうやって張ってってるってことはね。手のひらを耐えすかすか動機四角にと互換性あなし。残念。君。わあ、なんかすごいあれだね。ごめんなさいね、ゲームしながら。あれなんですよ。めっちゃ蚊に噛まれてるわ、腕。よいしょ。Hello. Hello. I'm an AK-79 droid. I was designed to serve. だよね。Please contact the nearest cyberlife maintenance. いいんだね。便利。テータスは安定しました。さてこれで登るべき場所が見つかった。屍を乗り越えていけ。ところでこれができるようになったから、あとあそこ以外でなんか特になさそうかな。じゃあ行こうか。これで完璧なマーカスに戻ったということで、悪いが屍を乗り越えていく。さあ、ロッククライミングの時間だ。あっ、チュッ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 。これ、せいぜい登らなかったら。え、ちょっと、なんで今、ボタン離してないの。ほい。ちょ、ほら、え、あれ、押し込んでんのにな。すごいシビアな判定です。こんなにシビアだったっけ、前。OK。よし。うわぁ、下の方でもあれだね。すごい壮大な音楽になってる。これなんかあれだね。まあ、ちょっと場所は場所だけどさ、あと、マトリックスレボリューションズで、スミスとアンダーソンが最後に戦った場所みたいな。あれ？これ。
なぜだ、アンダーソン君。なぜだ。なぜ、なぜ、なぜ立ち上がる。なぜ戦うんだ。君は死ぬということが分かっているのに。みたいなね。Because I choose. って言って、ボコボコにされちゃうと。で、ここは、あれだね、勝利を確信した、スミスの叫び。なぁ、あ、先にあれだね。調べる。何を調べてる？何かの調べ。手に取る。あー、そういうことか。自分がアンドロイドであることを否定しようとしてるわけですね。なるほど。こんな簡単に取り外せるんだね。本当にだってさ、まあ、同じ顔がいっぱいそのアンドロイドだったらあるのかもしれないけど、わからないアンドロイドとかだったら、ほぼ本当に人かアンドロイドかっていうのを LED 外したらもうね、本当に人に紛れ込んでもわかんないよね。で、しかもあれでしょ？犬がワンコラワンコラ吠えるわけでもないし。ってなったら、本当にアンドロイドの世界一瞬で作れちゃうような気もするけどね。My name is Marcus. で、このかっこいい、ちょうど都合よくことがあるよね。さあ、どうなんだ。皆さん、行く末をお楽しみにください。ということで、本パートは以上というところでございますね。パーツを探す、死んだ、あ、まだまだいっぱいあるんだね。四角ユニットを探した後に、また同じのをやるってことなのか。うん。あ、なるほどね。そうか、そういうパターンもあったんだね。まあ、とりあえず死の淵から生還することもできたし、さりげなくポイントもね、貯めることができましたんで、よかったかなと思います。さあ、死の淵から生還したマーカスが今後どのような展開を迎えていくのか、ぜひお楽しみいただけたらと思います。では次回お会いしましょう。バイバイ。